テンチャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、今、夕方4時ですけど、この家からですね約自転車で40分ぐらいかな、まだ行ったことはないんですけど、アルバイト先の人が教えてくれた情報なんですが、寺家、お寺に家かな、寺家というところでホタルが、いっぱい、夜出るところがあるらしいんで、そこを今からね、自転車に乗って行きます。まあ嫁さんもね先に一緒にね、まあ嫁さんもねお先にハルタツ、また抜かれた。俺ね、嫌やね抜かれんの。お先に。自分よりね、先にね、行かれんの。お先に。腹立つわ。待ってこら。お先に。全然お先ちゃうよ。並んでますやん。しんどい。家からね25分30分ぐらいかな、寺家橋というところです。寺に家と書いて寺家、これの橋です。ホタルがいっぱい出るとこはこれの向こうみたいです。なんかここらみたいやけど、もう周り田んぼと山しかないですよ。俺の田舎みたい。こんなところ。すんません、ここらでホタルが見えるところってどこらな。これまっすぐですか。ずっとまっすぐ行った方ですね。あ、そうですか、すんません、ありがとうございます。向こうの方らしいわ。おお、ここええやん、炭火料理、うなぎ。おお、なんか美味しそう。しかしこんな、のどかやな。もう俺の田舎そのものやな。どこやさ、けどホタルが見える場所ここらかな。寺家ふるさと村駐車場ってあるけど、ちょっとこっち側行ってみようか。でもなんか、うわぁ、マジか。こんな近くにもこんなところ。すいません、ここらでホタルが見えるとこって、あ、この通りのどこ？あ、この道のなんか田んぼとかそういう。あ、いや。あ、ありがとう。へえ。そこ、これやて。あ、これや。これこれこれ。ここか。寺家ふるさとの森。あ、これで上に登っていけば。え？入ったらあかんの？これは入ったらあかんの？この、こっから見れるわけ。ああ、これ。
なるほど。ほう。なるほど、そういうことか。ここが見え。そやな。ああ、なるほど。さあ、ここが、ホタルが見えるとこみたいです。ああ、結構いいとこやな。まあまだ時間が5時なので、まあ夜なったら7時ぐらいやろな。じゃあこの近くで何か食べるとこ、飲むとこ探しましょうか。いろいろカフェとかネットで調べて、あんな民家のとこにポツポツあったんやけど、みんな、あ、すいません、5時まで夕方みたいな、昼しかやってへんみたいなところで結局、ここに来ました。です。回転寿司です。浜寿司に来ました。よいしょ。はい、美味しく寿司を食べました。でもね、回転してないな。まあね、皆さん、あれですよ。お醤油のね、ね、問題で、大変なことになりました。それでもうね、なんかお寿司が回転してないのよね。だからこうタブレットで注文して店員が持ってくるみたいなんで、でこう注文した分だけはこう来るみたいなような感じになってます。さあ、ホタル見に行きましょう。現在6時50分ですが、まだ暗くならないですね。なんかそんないっぱい人が来てるようには見えへんのやけど。ほんまにこういうとこでホタルな、出んの？どうなんこれ。ここらやな。もうさっき女の子言うてた。うそやで、あんなとこ。ないで、だいたいこういうところじゃ、ほんで人多いもん、これ。ね、結構人がいてて車があって、ここらやで。あの子絶対嘘ついたわ。あんなとこホタル、まあ崖のところに出るわけないよ。これってここらホタルが、はい、あ、そうですか。やっぱここらや。あの子嘘ついたね。嘘ついてないよ。ここら言うてたやん。あの子こんな、こんなところって言うてたやん。嘘言うの。言い方やめなさい。ちゃんと教えてくれてる。いや、絶対あの子嘘ついたわ。嘘なんか言ってないよ。何の話ね、今 TikTok ライブをねやってますから、もうすぐホタルが出ると思うんですが、どうです、皆さんどうです、ひまわりさん落ちないように気をつけてくださいな。振りはやね、もう梅雨に入ってしまうから、うん、ホタルも最後の見どころかなと。ホタル楽しみや、奥さん元気ですか、仲ええなって、まあまあね、仲良くさせてもらってますわ。おホタルや、あ違うな、あ嫁さんね、俺の YouTube チャンネルをちょっと同時に撮ってもらってますね。なんでさっき言うてくれへん、ギター持ってくるべきやな、こういう時はな、そういうこっちゃ。あ子供たちがね、楽しそうにね、ああいうね、田んぼのとこ走ってる姿見たらなんかいいね。やっぱりいいよ。本当に、葵さんイケメンですねって。ああ、ありがとう。警察呼びますよ。
カエルさん。警察呼びますよ。全然言うこと聞かないですね。カエルさん。すいません。あの、2階のカエルさん。静かになった。静かになったで。なあ。あ、これ、そっか。あかんやん。これが。それはわかる。それ、どこにホタルおんの、はい、おれへんやん。あれ、飛んでいきました。私は今、寝ました。はい、来てください。おここの、足指先をずーっと見ててください。光ります。お？どこ？もう先？見られて。おっ、おったおった。恥ずかしい。ちょこちょこで光り出してきてる。でも近づいたら。はい。光ったよね。うん。光ってる、光ってる。皆さんどうですか？ユッキーさん見えた？サテンさんも見えましたか？ユッキーさん、帽子かぶったホタルおった。その俺や。おお。光りましたよ。おお。ホタルですよ。ホタルが。おお、田んぼの上もいっぱい飛んでる。いやー、綺麗。はい、ということで皆さん、ホタルね、ちょっとね、映像的にちょっとね、難しかった。ちょっと撮るのはTikTok ライブは、もろにこう光をね、こうお見せすることはできたけど、この動画はちょっと難しかったね。でもね、本当にね、最初言ってたやん。あの女の子嘘ついたんちゃうか。こんな、横のね、ところに、ホタルなんか出えへん。普通、ああいうカーペリのとこちゃうのと思ったけど、言うてたところの壁に広範囲で、ホタル出てたね。おー、すごい。ほんで、こう一部だけじゃないか。これ、結構1キロ、2キロぐらいかな。その範囲で、ホタルがいっぱい出てるから、よっぽど水きれいんやな。うーん。ねえ。